あの、ここは？もしかしてセーフゾーンですか？セーフゾーン？何それ？ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの死角にあたる場所だよ。僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。ここなら安心して話ができるからね。町の外で話せばいいんだろうけれど、巡回中の海抜群に見られると困るから。こんな場所があったのか。ここで話すってことは、政府に知られたくない話。そういうことになるね。君たちが海抜群病院に行くことを早く聞いていれば、もう少しうまく立ち回れたと思うんだけれど。吹雪さんは海抜群病院がどんな場所なのか知っていたんですね。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである超能力研究を行っているんだ。大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、あそこは一条家の病院だったね。今から話すことは君には辛い話になると思う。はい。あの病院で大脳の研究を進めた結果、いくつか副産物が生まれたんだ。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い人間の脳を調律して洗脳することで無害化する。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られて、あんなことになってしまったんだ。え？でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府に捕らえられてしまったんだよ。すまない。僕がもう少し早く情報を統制できていれば。あのナオミの怪異化って何ですか？ナオミは戦死したんじゃ。そうですか、ナオミは戦死ではなく怪異化したんですね。怪異化って、まさかナオミが怪異になったってこと？ナギもそんなようなこと言ってたけど、人間が怪異になることなんてあるの？それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。特殊な物質に接触させて生物を怪異に変える。脳を持つ生き物なら何でも怪異にできるんだ。待ってください、それじゃあナオミを怪異にしたのは政府だってことですか？そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのも危険だ。おそらく政府から君たちを引き渡すように命令が来ていると思う。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。その間に僕が事態を収める。いいね？待ってください、どうして吹雪連隊長はそれだけの事情を知りながら人格矯正を受けていないんですか？ルカも今の話を知っていたみたい。そうだ、だからあの時ルカはナギと話すことより逃げることを優先しようとした。簡単だよ、僕は体制側、政府の犬だからね。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。気になることはルカに聞いてくれ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。道すがら兄から聞いた話をします。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか？わかった、それじゃあ菊池場へ行こう。Hey. Bon, ça n'a pas l'air d'être une interlude quand même. Ah. Oui, non. Je suis où là? Je suis retourné en ville. Ah, c'est ça. Oh. Il y a une quête secondaire, deux quêtes secondaires qui sont apparues.
Pendant ma dernière mission, j'ai failli me faire tuer par un autre super fort et rapide. Sa carapace va avoir un point faible. Mais pouvez-vous montrer comment le tuer? Destruction de carapace. Chaque fois qu'on a une chance sur le... Je vais toujours inverser les touches, hein, c'est un truc fou. Ça. Alors ça c'est quoi? C'est juste attaquer une... Avec une attaque chargée, battez 3 ennemis de type route infesté. Mmh. Ok. Sauvegarde, ça peut pas faire de mal. Il paraît qu'il y a des autres furtifs, ouais, qui sont invisibles. Ouais. Par l'œil humain ou les radars. Mais moi je peux les voir. Ça m'inquiète qu'il s'approche de la ville, même si la BEA est là pour le surveiller. Le périmètre, il existe un pouvoir qui permet de tout voir, non? Oui. Vous l'utilisez? Oui. Si c'est le cas, j'aimerais vous en charger. Regard omniscient. Non, ça c'est la ville. Pendant la clairvoyance, battez 2 ennemis de type patte tranchant. Ok. Du coup, j'ai pris toutes les cartes qu'il y avait ici. C'est ça. Bon, j'attends le tir lui pour son... faire la suite. D'accord. Et ben on va continuer cette quête. Enfin, la quête principale. C'est pas les mêmes. Fail. Oh là là, c'est un double fail.
ユイト、どれが本体か見極めてくれ。やった。この調子です。おお、ナイスフェイ。この調子で行こう。これってかなりレアものじゃないか。Normal. On va prendre une. Collé des os. Oh, ça me rajeune tout, quoi. C'est vrai que j'ai up peut-être des compétences à mettre. 6 points, bah oui. Augmente la vitesse de réanimation des alliés. Ouais. Parce que je voulais la jauge de pression. Ouais, mais c'est 4. Ah, il faut l'attendre. Et celle-là aussi. Il y en a une ici aussi. Ici aussi. Ouais, donc ouais, les icônes. On trouve tout un peu partout. Mais il faut que j'ai 4 points. C'est une de ce côté-là. Ah, c'est là que je dois aller. Ah, je sais qu'il y avait des mobs normalement ici. あたりなら話ができそうですかね。ルカ、ニューヒムカ政府が人間を怪異に変えていたっていうのは間違いないのか。ええ、かなり前のことですが、吹雪さんの婚約者だったアリス一条さんも怪異化したそうなんです。兄と吹雪さんはアリスさんが怪異化した原因を調べ始めました。その過程でニューヒムカ政府の人格矯正や怪異化技術、各都市の監視システムに気づいたんです。あの、アリス一条ってアリスおば様のこと？ええ、花火のおばさんにあたる方らしいですね。何か聞いていますか？うん、海抜群に入って20歳で除隊する予定だったのに殉職してしまったって。だから私がスカウトされた時も大反対されたの。でも法律でスカートは拒めないから。お、データベースからアリス一条の資料を見つけたぞ。花火そっくりだ。アリスさんは海抜群病院の前理事長の娘だったんだな。それでスプリング製薬の吹雪連隊長と婚約してたのか。多分そうだと思う。私も初めて聞いたけど、ありそうな話だもん。ニューヒムカ政府が先導する計画だったなら、父さんもこのことを知っていたのかな。あ、ご存知だったと思います。それどころか全ての中枢にいらした方だと思った方がいいかもしれません。スメラギ家は代々政治家と官僚を輩出している家柄ですから。なら兄さんも知っているのか。俺だけ何も知らされないまま。ユイト、重ねが来る。8時の方向。
カサネ、待ってくれ。話をさせてくれ。断るわ。死んでもらう。見てか、OK、ちょっと calm。どうして俺の命を狙うんだ。言うくらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないと言ったはずよ。ヘルヌルは苦手だ。無駄です。どうぞユイタ。心と落としるなら力づくでも止めるから。俺はそんなつもりはないんだが。ああもう頼むからじっとしててくんないかな、ツーミちゃん。ドライブクソ。カサネの殺気は本物です。こちらも本気でかからないとやられますよ。俺は瀬戸を信じきれずに死なせてしまった。カサネは全力で止める。はい、私はそいつはまだ戦える。立て直しましょう。ユウト、一人一人倒した方が良さそうです。カサネ以外の二人を先に無力化しましょう。ディフェクトスキーさんとんでもない。倍にして返す。倍にして返す。あらば。Non mais si, en plus ils enchaînent tous leur... Allez. Aïe. Merde, j'ai pas le temps de soigner. Je pense que faire les ZAD entre guillemets, c'est commencer par eux, c'est logique. Ils partent en enragé assez rapidement quand même. Là j'ai pas pris le... Ah, c'est comme focus direct quoi. Ah là, mais arrête de... Je vais terminer avec ton pouvoir. Oh, mais stop. Enchaînement là. Ouais.OK. Je peux focus. Aïe, oui, évidemment, tu as le même pouvoir que moi. Ah oui, oui, toi aussi tu passes en enragé.ドライブ使うね。ほら。覚悟。
あれ？諦めて。危なかったな。逃がさないわ。手段は選ばない。よっ、行くぞ。危なかった。このくらいで。そんな。まだ行けますよ。これでよし。Chance ébat ennemi. Certains ennemis utilisent des pouvoirs et peuvent créer un champ cérébral. La plupart du temps, vous ne pouvez pas utiliser d'attaque de psychokinésie si vous vous trouvez dans un champ cérébral d'un ennemi. Ah, elle me one shot. Il y a un temps, donc moi je vais profiter de ce temps. Parfait. Oh la vache. C'est un fail en plus. Mais elle me fait tellement mal. Oh mais... Ça me saoulait ça. Je vais te recommencer le combat au tout début à chaque fois. Ouais, mais je l'avais pas de disponible. Donc oui, shooter les alliés en premier, c'est... En plus, faire n'importe quoi. Focus. Il y a autant de villes. Oh là là. Ça va? Ça va? C'est juste infâme.
Là, ça s'est mal très très mal passé. Ah, plus j'esquive. Si j'ai le temps. Ah, fait chier. Oh, j'ai fait beaucoup moins de dégâts. J'ai réussi à me sortir de la situation d'avant, mais. Bah ça sert à rien de dire ça quand on fait tellement de dégâts en fait. Bah, c'est pas un presque KO que je dois m'en sortir mais... Pourquoi la caméra switch? Ah, je peux arrêter de te TP avec ça. Allez. Non, il va falloir... bah j'ai perdu 3 quarts de ma vie en une seconde. Ouais bah... Allez. Ah ça annule le coup. D'accord. Ok. Ah, j'ai pas prévu ce retournement de situation. Donc ça, pour lui. Non, toujours l'autre que je focus. Oh non! Ça, j'avais pas prévu du coup. Okay.
Oh la vache. Allez, l'esquive. Utilise son truc cérébral. Il faut esquiver. Secondes à esquiver. On va prendre de risques. T'es beaucoup trop puissante ici.教えてくれ。どうして父さんを殺してセーラーに着いたんだ。父さんが怪異化の研究に関わっていたからか。ニューヒムカがナオミを怪異にしてしまったから。そう、あなたも気づいたの。ええ、そうよ、その通り。おい、子供が来るぞ。何、どうしてここに。児玉ちゃんが来ましたよ。あ、待ってくれ、カサネ。あら、非国民のカサネちゃんもここにいたのね。まあいいわ。ユイト様、はじめまして、児玉メローネです。よろしくお願いします。私とも初めましてじゃない？
あーそうね、でも私はユイト様推しなんで。はぁ、あ、ユイト様、吹雪様から伝言よ。事後処理が終わったから戻ってもいいって。子玉は俺たちの味方なのか。もちろん、子玉ちゃんはいつでもユイト様の味方です。立場的には子玉正体の隊長兼吹雪連隊長の補佐官だけど、心情的には断然ユイト様推しだから。なんだよ、わざわざ児玉が来なくてもこっちに知らせてくれればすぐなのに。渡るってば信頼されてないんじゃない？妹の方はセイランに行っちゃったわけだし。うるせえ、ハルカと一緒にするな。伝言だけじゃないしね、これも渡さなきゃ。だから、これは海抜群病院で処方されたユイト様の薬よ。あ、あれか。大丈夫なの？おじさんたちには申し訳ないけど、海抜群病院の薬なんて危ないんじゃない？花火？それに他のみんなもだけど、スオでは気軽に病院での話をしたり批判を口にしない方がいいわよ。理由はわかるわね。政府に監視されているからか。そういうこと。それじゃあ私戻るわね。ユイト様、またね。このアンプルは、これはあの時配置化軌道で見つけたアンプルと同じものか。ねえユイト、スオーに戻る前にアジトで今まで聞いた話を整理してみない？あそこなら話が漏れることがないと思うし。ちなみにこっちの管制システムの会話データはそもそも記録が禁止されてるから安心してくれ。今思えば記録禁止って、吹雪連隊長が政府のことを知っていて海抜群を守るために決めたのかもしれないな。ああ、そうだな。なんだか立て続けにいろいろなことが起きて頭の中がぐちゃぐちゃだよ。ええ、まず状況を整理しておきましょう。一条海抜群病院休館では超能力に関する研究が行われている。おそらくその過程で脳の機能の研究が進み、人間の怪異化や人格矯正ができるようになったのでしょう。はい。花火、あなたは何も知らなかったのだから自分を責めてはいけませんよ。うん、花火いつもみんなに優しい。自分にも優しくするといいと思う。ありがとう、つぐみ。話を進めますね。僕たちがこの情報を知ったことは政府にも知られています。吹雪連隊長が火消しをしてくれているようですが、政府に追われる可能性も考慮しておいた方がいい。しかし国に追われた人間が生きていく術など、いや、そうか、セイランがあるな。ええ、最悪はセイランに逃げ込むことも考えた方がいいかもしれません。それからユイト、記憶の方はその後どうですか？今のところは記憶が途切れたりってことはないみたいだ。多分おかしなことがあればすぐ僕らに共有してください。ただ処方されたあの薬は、海抜群病院で処方されたアンプル、なんか怖い。うん、そうだよね、私も心配だよ。ええ、申し訳ありませんが、何かよほどひどい症状の進行がない限りは飲まずにいた方がいいでしょう。そうだな、そうするよ。なあ、今回のこと兄貴
スメラギ本部長に聞いた方がいいのかな。そうか、スメラギ本部長はユイトのお兄さんだったな。僕は余計なことはしない方がいいと思います。本部長は政府の人間です。もちろんユイトの家族ではありますが、今下手な接触をするのは危険です。吹雪連隊長の行動を邪魔することになっては迷惑がかかってしまいます。そうだよな兄さん。兄さんもニューヒムカの超能力実験のことを知ってるのか。ナギをあんな風にしたのも父さんと兄さんが。くそ、俺だけ何も知らされてない。俺だけが。